Hi everybody, I'm Terraminat Link Skyward Sword Complete. ベリー面白かったです。じゃーん。 Nintendo 3DS アイスホワイト。あのね、やっぱ 3D で動画や写真とか撮影できるようになったんで結構撮るんですけど、電池がなくなっちゃうんですよね。ザクティとかデジカメとかだったらバッテリーのスペアがあるんでいいんですけど、 3DS ってないでしょ。だからもう一個やっぱいるんですよね。じゃ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 ーん。でー、iPad や MacBook と一緒に持ち歩くときにやっぱ色の統一感があっていいなっていうことですよ。テラミナスさんがこうやって使ってたら MacBook みたいでしょ。今日はその話がメインではないんです。実はスカイウォードソードのお話です。私の周りの皆さんの、特に女性の方に多いのが、面白いんだけど初っ端に対峙するあのギラヒムとの戦いがどうしてもできないと。もうギラヒムと何度も戦うんだったらもう嫌だと。いやいや、私ギラヒムはいいからストーリーだけ楽しませてくれという方は見てください。ギラヒムの倒し方をご説明しちゃいます。ギラヒムがこちらに向かってきますよね。剣でこう切ろうとしてもですね、ギラヒムがカーンカーンとこうそれを避けてくるんですね。スローで説明すると攻略方法はこうなんです。こっち切るふりしといてこっちから切るっていうのがまあセオリーなんですね。自分の速度が遅くてギラヒムに捕まえられてしまうっていうパターンもあるし、自分が速すぎてウィーがついてきてないっていうパターンがあるんですよ。そこでご説明します。めっちゃ簡単なのでよく見ておいてください。ギラヒムが来たらこうするんじゃなくてこうです。わかりました？こうです。わかりますか？こうですよ。これでなんとギラヒムがピシッと掴む前になぜか切れます。300ガバスぐらいもらえないかな。イメージで言うとこうですよ。こう行きながらこう行くというのを早くするとなぜかこうですから、バーン、タラララーン。ということで皆さん、ギラヒムをスマートに攻略してスカイウォードソードエンディングまでぜひ楽しんでみてください。チャオ。こうですから。